2番の中島紀重、このマークには4番の豊田一馬、小林慎太中段で抵抗しています。そして上信勢を追っているのは6番鈴木秀明、1番の鈴木達也も突っ張りました。北日本勢主導権譲らない構え。5番の小林と3番の篠崎は中段で、この内へ2番の中島紀重潜り込みましたが、外目を嫌って5番の小林が一旦前に出ます。小林と篠崎の土地伊庭土地勢、そして2番の中島紀重がホームで動きまして、4番豊田がちぎれました。さあ短期裸逃げ2番の中島紀重先頭で残り1周切りました。 2,3 番手にはまったのは伊庭都市勢、5番の小林、3番の篠崎、そして1番の鈴木達也、4番手で7番の木村元信、北日本勢は中段後ろ 4,5 番手となっています。最終バック2番中島紀重先頭、2写真のリード差を詰めていく5番の小林と3番の篠崎、伊庭都市勢襲いかかって、そこへ1番の鈴木達也も接近。今度は変わった5番小林慎太差し切って後輪、2着は接戦、3人広がっていました。